3月16日 U20 女子アジアカップで4連覇をかけ北朝鮮と激突した日本代表ヤングなでしこ。日本が先制するもその後2点を決められ1対2でグループリーグに続き敗れた準優勝の日本選手たちにサポーターの方々から続々と温かい言葉が送られ続けています。ノックアウトステージではオーストラリア相手に5対1と圧勝していた日本。しかし決勝では日本が今大会唯一の敗戦となっている相手北朝鮮となっていたことで選手たちも同じ相手に2度負けられないという強い気持ちで決勝の舞台に立っていました。キックオフと同時に激しいボールの奪い合いや果敢にシュートを放つ両チームですが見事先制したのは日本。今大会大活躍となっている土方麻也選手の右からの大きなクロスに中央に走り込んだ辻澤愛選手が頭で合わせてゴールを奪うとチーム全体が歓喜。しかしこれでは終われないと北朝鮮の猛攻に遭うと前半終盤間際に右サイドからのクロスにジョン・リョンジョン選手に頭で同点弾を決められ1対1で前半を終えることに。この展開にサポーターの方々からやはり北朝鮮は手強い相手だとの声も上がっていました。日本は後半選手を入れ替え臨みますが前半同様拮抗した状況が続きます。しかし後半40分にまたも同じように右からのクロスにジョン選手が頭で合わせ2点目を奪われると1対2で惜しくも試合終了となり日本は残念ながら大会4連覇とはなりませんでした。この試合をご覧になっていた方々からは悔しいという思いは選手たちが一番感じていると思う。これからのサッカーに生かしてほしい。ヤングなでしこ本当にお疲れ様。君たちはまだまだ強くなれる。など選手たちをねぎらう温かい声が送られ続けています。この試合後、AFC からは北朝鮮が反撃でタイトル奪取とのタイトルでハイライト記事が投稿。この中で2007年に優勝したのを最後に過去5回準優勝に終わっていた北朝鮮の長いタイトル待ちに終止符が打たれたことが述べられ日本にとっては痛恨の結果とも。それでも土方選手のクロスからの辻澤選手の先制弾を称賛し後半日本の猛攻を伝えるもそれらの反撃も実らず悔しい敗戦となっていたことが書き記されていました。また別の記事では今大会の優秀選手たちが表彰されており日本からは土方選手らが受賞。土方選手が受賞したのはトップスコアラー賞。韓国のチョン・ユギョン選手とゴール数4で並んでいましたがこの試合の先制弾のアシストによりトップとなったことや B リーグ東京ヴェルディでの活躍なども合わせてその活躍が称賛されていました。悔しい結果とはなりましたがまだまだ強くなれるヤングなでしこの選手には続く9月のワールドカップでの活躍も期待されていました。なお3位決定戦ではオーストラリアが韓国を1対0で破っています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。ヤングなでしこ本当にお疲れ様。次は勝とう。君たちはまだまだ強くなれる。まずはお疲れ様でした。選手もスタッフもしっかりと休んでください。数々の素晴らしい試合をありがとう。北朝鮮はやはり強かったな。日本もまだまだ強くなれるということ。ヤングなでしこはこの悔しさを今度のワールドカップにぶつけてほしい。そこでのリベンジに期待したい。連
連覇できなかったことは残念だけど、この悔しさをバネに強みを磨いて、また代表の場に集ってほしいと思う。これからも応援しています。この試合、日本女子サッカーの未来は明るいということが確認できた試合でもある。これを糧にさらなる成長を期待する。コロンビアでのワールドカップでヤングなでしこが勝ち上がりますように。ヤングなでしこはまだまだここから。皆さんの将来に期待しますし、その前に U20 ワールドカップでのご活躍を精一杯応援しています。この悔しい経験は必ず生きる。ヤングなでしこのみんな、お疲れ様。良い選手が揃っていることが確認できたので、これからの成長に期待します。まずはしっかり休んでください。課題ははっきりしたことで U20 ワールドカップで対応する準備ができる。この悔しさを忘れずにコロンビアでの大会に備えてほしい。北朝鮮はフィジカルは強くて倒れないし、日本はそこら辺が強化ポイントだな。ヤングなでしこ残念だったな。北朝鮮はパリ五輪予選の借りを半分くらいは返した感じかな。北朝鮮にとっては7大会ぶりの優勝になったのか。ヤングなでしこは残念だけど、次に向けてさらに頑張ってほしいな。準優勝おめでとうございます。胸張って無事に日本に帰ってきてくださいね。悔しいという思いは選手たちが一番感じていると思う。これからのサッカーに生かしてほしい。厳しいスケジュールの中、たくさんの感動をありがとう。皆さんはまだまだ強くなれる。そう信じてこれからも応援します。